電テレ戦士として活躍していた市木亜美さんの現在についてご紹介します。市木亜美さんは電テレ戦士を卒業後どのような活動をされていたのでしょうか。今回は市木亜美さんの現在を迫っていくとともに、大学といった学歴やドラマや映画などの出演経歴なども調べました。市木亜美の現在、現電テレ戦士のその後は、学歴や経歴なども調査のイメージ、目次、1市木亜美のプロフィール、2市木亜美の現在、3市木亜美元電テレ戦士のその後は、4市木亜美の大学などの学歴、5市木亜美のピチレモンなど活動経歴、6市木亜美の現在は引退で大学卒業後に就職の可能性が高い。市木亜美のプロフィール、愛称、アミーゴ、本名、市木亜美、市木亜美。生年月日、1994年5月25日、年齢、25歳、2019年11月現在、出身地、東京都、血液型、B 型、身長、158センチ、体重、不明、活動内容、元タレント。所属グループ、なし、事務所、元レプロエンタテインメント、家族構成、不明。市木亜美の経歴、市木亜美さんは8歳の頃に芸能界デビューをし、子役やジュニアアイドル、タレントとして活動をしていました。11歳の時に NHK 教育テレビの人気番組、天才テレビくん MAX に出演すると、可愛らしい容姿と明るいキャラクターで一気に人気となります。天才テレビくん MAX 内で市木亜美さんは、電テレ戦士として活躍しました。電テレ戦士は2年間勤められ、その後卒業しています。卒業後の市木亜美さんは雑誌モデルやドラマなど多岐にわたって活動を行いますが、2010年に所属事務所を退社し芸能活動から引退しました。市木亜美の現在、人気を博し、芸能活動もこれからだと思われていた時期に引退した市木亜美さんですが、現在はどのような活動をされているのでしょうか。ここからは市木亜美さんの現在について迫っていきたいと思います。市木亜美さんは2019年5月25日の誕生日を迎えると年齢が25歳となります。市木亜美さんと同じ年齢の有名人は多数いて、例えば山崎賢人さんや二階堂ふみさん、佐野日向子、広瀬アリスさんなどです。市木亜美さんと同じ年齢で活躍している有名人はモデルや女優が多いです。現在は芸能界を引退。市木亜美さんは2010年に芸能界を引退したため、現在は芸能活動を行っていません。所属事務所も大手芸能事務所の一つであるレプロエンタテインメントでしたが、2010年2月をもって退所しています。芸能界引退を発表した当時は雑誌モデルを務められていた市木亜美さんですが、事務所退所から4ヶ月後に卒業をしました。以降、市木亜美さんは一切芸能活動をされていません。市木亜美さんの現在における結婚情報や彼氏情報、子供の有無などは一切わかりません。しかし、ファンの間では現在の市木亜美さんについて様々な噂がありました。それについて紹介します。現在はアナウンサー。まずは市木亜美さんの現在はアナウンサーになっていると説についてです。電テレ戦士としての経歴を生かしアナウンサーに就職したと噂が広まっています。もしアナウンサーになっているとしたら、どこのテレビ局に就職しどんな番組に出演しているのでしょうか。アナウンサー説について詳しく調べてみました。市木亜美の昔の夢はアナウンサー。アナウンサー説について調べましたが、市木亜美さんの名前のアナウンサーを見つけられなかったため、アナウンサーになってはいないようです。
アナウンサー説が広まった理由は、市木亜美さんが以前雑誌で語っていたことが関係しています。雑誌では、将来の夢について話していました。インタビューで市木亜美さんは、将来はアナウンサーになりたい、と夢を書いています。この記事を読んだ市木亜美さんのファンは、夢を叶えてアナウンサーになったのでは、と推測が生まれ噂として広まりました。現在はアナウンサーではなく教員として勤務の噂も。もう一つは教員として働いている説です。アナウンサー説と同じくらい教員説が広まっている市木亜美さんですが、噂の真偽は分かっていません。どうして教員説が広まったのかも不明で、教員説の確証もありません。そのため単なる噂に過ぎないと考えられます。市木亜美さんは芸能活動引退後に、インスタグラムやツイッターといった SNS は開設していません。そのため現在の様子を知る手段はありません。市木亜美さんの名前でツイッターがありますが、これは本人ではなくファンが市木亜美さんになりきって発信をしていました。市木亜美さんは2005年から2008年の約2年半もの間、天てれ戦士として活躍していました。天てれ戦士卒業後、市木亜美さんは芸能界を引退するまでどのような活動をされていたのでしょうか。市木亜美さんのその後の活動についてご紹介していくとともに、市木亜美さんと同じ、天てれ戦士として活躍していた芸能人のその後について見ていきましょう。市木亜美さんは、NHK 教育テレビで長寿番組である、天才テレビくんの中に登場する、天てれ戦士として活躍してしていました。天てれ戦士は番組内でいろいろなことにチャレンジする子役たちのことを言います。年度末に、天てれ戦士は卒業するのが特徴で、市木亜美さんを含め今までに多くの子役が出演、卒業してきました。天才テレビくんは、1993年から現在に至るまで長年にわたって続いている小中学生向けの番組です。今までに、天才テレビくんは、天才テレビくんワイドや、レッツ天才テレビくん、天才テレビくん U など様々な名前に変わっています。市木亜美さんが出演していたのは、天才テレビくん MAX の2005年度から2007年度で、年間32週にわたってオリジナルが放送されていました。天てれ戦士を卒業した後の市木亜美さんは、その後多くのドラマに出演し女優として活躍の一途を遂げていました。出演していたドラマや映画作品については、後ほど詳しくご紹介していきます。天てれ戦士のその後は所属事務所を退社&引退。天てれ戦士の卒業からちょうど2年後である2010年3月に、所属事務所を退所しました。退所に伴い、市木亜美さんは雑誌モデル以外の芸能活動をすべて中止し、芸能界から完全に引退しています。市木亜美さんは、芸能界引退について多くは語っていません。ただ引退理由の最大の理由として学業に専念するためと噂されています。それは芸能界引退時の年齢が15歳だったことです。ちょうど高校に入学した頃の年齢で、自身の学歴や経歴を考えて学業に専念することを考えたと言われています。さて、市木亜美さん以外にも現在までに多くの子役たちが、天てれ戦士を卒業しています。その中には俳優として有名になり現在も活躍を続ける芸能人もいます。ここからは、そんな、天てれ戦士たちの現在について見ていきましょう。生田斗真さんはジャニーズ事務所に所属した2ヶ月後に、天てれ戦士として出演を始めます。
天才テレビくんに出演していたのは1996年から1998年までで、ウエンツ瑛士さんと共に絶大な人気を誇っていました。番組内ではウエンツ瑛士さんら6名で組んだバンド、ストロベリーパフェで CD デビューを果たしています。天テレ戦士、卒業後の生田斗真さんは、俳優として活躍していきます。特に2007年に出演した、花盛りの君たちへイケメン男性のマークパラダイス、では、主人公に恋をする中津秀一役に抜擢されたことで、一気に全国的な人気となりました。以降の生田斗真さんは、ジャニーズ事務所所属の若手俳優として多くの作品に出演し、キネマ旬報やブルーリボン賞など多数の映画賞を受賞しています。2004年から2007年まで、天テレ戦士として活躍していた橋本天香さんは、当時から可愛いと評判でした。中学2年生の時に、天テレ戦士を卒業した橋本天香さんは、すぐに TBS のドラマ、子供の事情の主演として抜擢されています。しかし非行に走ってしまったために、後に芸能界の活動を終了しています。そして16歳頃に開設したブログが一気に人気となり、その後雑誌モデルとして活躍し始めました。さらに2016年から四つ部のチャンネルを開設したことで、現在は YouTuber としても人気を集めています。4歳から芸能活動をしていたウエンツ瑛士さんは、小学4年生だった1995年から5年ほど、天テレ戦士として活躍していました。卒業後は芸能界に興味がなかったため、ジャニーズ事務所などからオファーが来ていましたが、すべて断り引退状態となります。しかしながら後に芸能事務所に所属し、そして出演した大河ドラマ、利家と松、デモリラン役を務めたことで一気に注目されました。以降も俳優やタレントとして活動していますが、現在は日本での活動を終了しイギリス留学中です。6歳の時に芸能界デビューをした前田豪毅さんは、12歳の2003年から3年間、天テレ戦士として活動していました。卒業後は大手芸能事務所であるホリプロに所属し、俳優として活躍していきます。特に2008年に出演した映画、日暮らしの泣く頃に、では、主人公を演じたことで有名になりました。以降も順調に俳優活動を続けており、主演やレギュラー出演など多岐にわたって作品に出演しています。市木亜美さんは学生の時に芸能界を引退したため、大学といった学歴についても注目されています。ここからは市木亜美さんが卒業した高校や大学など学歴について迫っていきたいと思います。学歴1、出身高校はどこ？学歴1つ目は出身高校についてです。高校生の途中で芸能界から引退してしまった市木亜美さんは、どこの学校に通われていたのか関心が寄せられていました。市木亜美さんは中学や高校など学歴について公表していません。ただ噂では中央大学附属横浜山手高校に通われていたと言われています。中央大学附属横浜山手高校は横浜市都筑区にある中央大学の附属高校です。偏差値は67と高く、卒業生は東大や有名私大に進学しているのが特徴です。高校時代には生徒会長を務めた市木亜美。市木亜美さんは勉強以外の活動に対しても熱心な生徒でした。高校時代には生徒会長となり、リーダーとして生徒を引っ張っていったと言われています。学歴二つ目は大学についてです。高校卒業後の市木亜美さんは、慶応義塾大学へ進学されました。市木亜美さんがどこの学部に進学されたか分かっていません。
ただ慶応義塾大学へ進学されるにはかなりの努力をしたと考えられます。大学進学はアナウンサーの夢を叶えるためとの声も。市木亜美さんの学歴を見てみると、とても偏差値が高い学校ばかりなのがわかります。もちろん簡単には学校は合格できません。市木亜美さんは芸能活動をしているときは忙しい生活を送って今。